まあ、ありがとうございます。よいしょ。エイサクさん、こんばんは、ありがとうございます。ミラクルちゃんさん、こんばんは。4やって、珍しい。ジュキヤ、こんばんは。サカネさん、こんばんは。エンジョさんもこんばんは。フェザースターさん、こんばんは。リッキー、おいさ、ありがとうね。ポンちゃん、こんばんは。こんばちは。福島新聞さんの動画見て、あれめっちゃ恥ずかしいあれめっちゃ恥ずかしい、ほんま。あれやばい、顔終わっとるし。柴田いつきさん、こんばんは。おかぴ、こんばんは。トリッピーさん、こんばんは、ありがとうございます。グローリー、こんばんは。あくん、こんばんは。お疲れですよって、お疲れ様です。ブラックさん、こんばんは。神田デレさん、まひなーって、ありがとう。かずいこさん、こんばんは。やっと会えた、トラキチだ。久しぶり、めっちゃ久しぶり、ありがとね。ドゥーちゃん、こんばんは。かずいこさんもこんばんは。ゆうたんこぶさん、お久しぶりありがとうございます。うなちゃさん、本日2回目のこんにちは、こんばちは。ゆかちゃん、こんにちは、ありがとうございます。自分で破った服やね、そうだよ間に合った、めっちゃ暑い。あきのりさん、お邪魔しますねって、お邪魔しちゃってください。しょうさん、こんばんは。ごっちゃんさん、こんばんは。仕事お疲れ様です。りえこさんだ、りえこさん、お久しぶりです。お仕事忙しかったのかな、心配やった。中耳炎で、中耳炎、じゃあ耳聞こえんのかな。私も中耳炎毎年なってたからわかるよ。あー、そうだったんや。もう聞こえるんかな。ケンジーさん、こんばんは、ありがとうございます。キラさん、こんばんは。マヒナちゃんって、なんか何く見えるんよね、何マユ、お久しぶり、お久しぶりかな、ちょいぶりぐらい。ニャンニャン、こんばんは。スプラトゥーンに動員版スイッチ買ってきた。スイッチ、あのスイッチ違うかな。太く見える、わかる、太いよな。じゃあもう、いや違う、太くじゃないよ、太いんよ。分かっとる、そんな、そんな分かっとる。風邪ひいて寝込んでるな。え、なう、今熱は、熱は今ちょうど48.48 ST 出てたかい、みんな。あ、そうなんココロさん、こんばんは。ボイさんも、いや、ありがとね。ひろぶり、今日動物園行ったって。何が好き、動物。あさってから幕張、3日間。あさってから、うん、そうだよ。私も動画見て、もいなちゃんが、嘘嘘そうかな来れなくてごめんねって、全然全然。今どこって、いつもお家やん今日も可愛いね、ありがとうございます。こうちゃん、久しぶり、間違えた、まなみなちゃんのと合体した。こうちゃん、こんばんは。まなみなちゃん、久しぶりと、久しぶり、昼ぶりやな。愛してるのに、愛してるのには変わらないよ噛んだありがとう。さとしさん、こんばんは。仕事で腰痛めてて、やっと痛みが洗えてきた。腰、仕事でって、なんか力作業的な感じ、覚えてたりしてる感じ。してるよ、名前覚えてます。福島に帰りたかったけど、ああ、諦めて東京に帰ったんだ。また徳島に帰ってきてアバター変えてみて、黄色くなってるね。かけちゃん、こんばんは、久しぶりです。やっと来れた、こうちゃん。あ、あいさちゃんだ、あいさちゃん、まひたんって、ありがとう。べっぴんさん、ありがとうございます。かわいい、くろさん、ありがとうございます。
夜配信ちょうどバイトかぶってたで、かぶってたんだ。何のバイトしようやろ。接客かな。ひろぶり今日誕生日、こうちゃん誕生日おめでとうございます。あれ今日あれか、昼にも昼来てくれたよな、こうちゃん。無音だったとかかな、私のおめでとうは聞こえてなかったのかな。じゃあお昼ぶりに誕生日おめでとうございます、こうちゃん。ハッピーバースデー。15日夜に見に行くねって、見に来てね。最善やろ。虫の中にいるみたいけど、なんとか聞こえる。あ、ほんま？ちょっと滑舌よく喋るな。リエコさんコードブルーかな、私も見てた、今日見た。めっちゃ感動しちゃって泣いちゃった。どのとこやったかな、グーってしたところ、あれ泣いちゃった。見たかな、ショールを見ても美人でビビるわやって。嬉しい、ありがとうございます。13日よろしく、よろしく、よろしく、任された。あ、たけさんありがとうございます。聖火のクマだ。キアニーさんこんばんは、今日もお疲れ様ありがとうございます。今日も可愛い、綺麗、ありがとうね、オカピ。ヒロも38度まで、さすがにバイトも休んだって。びっくりした、38度っていう、あの外の温度かなと思ったら体温やったんやな。私38度ってあのいつもは35度ぐらいやから、38度出たのはおたふく風の時ぐらいで、それ以外そんな熱出たことないから。そう、え、今はもう熱下がっとんかな。風何、夏休み宿題終わらんって。まだあと1ヶ月ぐらいあるね。大丈夫、コツコツしたら太ない。でもなんかテレビとかだと太く見える。テレビって横伸びしたりすんねんで、だからテレビで細い人はほんまに細い人やと思うと私は思っています。昼行けなくてごめんなさい。全然ありがとう、来てくれて。星切れ、俺も燃料切れやってうまい燃料切れちゃった。また復活してきてな。15日やっと萌菜ちゃんに会えるよって。15日やな、9月までに会えるとはって感じやな。ニコニーさんこんばんは、ありがとうございます。ホワイトタイガーとコアラ可愛かったん？何？あいつもさんこんばんは、ありがとうございます。今日も美人ありがとうございます、ありがとうございます。あ、マナちゃんだ、覚えてるよ。もうなんか話しよう、マナちゃん。もう覚えてるよ、本当に。マナちゃんの好きなこと教えて。テローさん久しぶりって、久しぶりってほどでもないけど、今日可愛いやって、ありがとう。マヒナちゃん好きって、どういうこと？マヒナちゃん好きってどういうこと？トメさんこんばんは、ありがとうございます。ももいなさんもこんばんは。でもバイト休んだおかげでマヒナの配信見たし、まあある意味よかった。じゃあもう今日はゆっくり休んでね。振られたかなって、何？大事なとこ噛まないでって、ごめんなさい久しぶりにマヒが見れる、嬉しい。私の配信見れるだけでこんなに喜んでくれるのかほんまにやばいわ。3日間大変ですけど無理しないでください。いや楽しみです、めちゃくちゃほんま楽しみ。握手会大好きやから、皆さんほんまに水分補給はちゃんとしてくださいね。握手会来てる時もループしてくれてる方は本当に心配になる、大丈夫かなって思う。本当に何回もあの長い道を本当に。今までオーディション受けたのって STU だけ、チームエイトさんだけ。集中豪雨が福島に来て余計の、ああそうね、直後でびしょびしょになった覚えてるよ、心さん。前さ、しんさん、心さん、どっちみたいな話したよな。覚えてるよ。久しぶりにゆっくり見えてるよって、よかった。
このパンダどう？これパンダなん？パンダなんこれ。何やろうと思ったけど。かわいい。でもなんかゆたこぶさんピンクって感じがする。今日も一日野球してた。日焼けしすぎて泣きそうやで。え、日焼けしたことが嫌ってこと？黒くなったのが嫌ってこと？じゃあもう明日から日焼け止め塗ろう。一緒に一緒に日焼け止め塗りましょう。私もなんかあんまり日焼け止め塗る習慣がないから、頑張って日焼け止め塗る習慣つけるわ。あかり寝かせっぽいとぼんちゃん大丈夫ですか？覚えててくれたら嬉しい。好きです、まいたん。え、だって今日話したやん。そんなすぐ忘れたりせえへん。昼に私の友達来た。来たよ、なぐみなちゃん来たよ。まなみなちゃんはな、仕事行っちゃったって言った。さあ、申し込みありがとうね、こうちゃん。しげんさん、こんばんは。あ、むさぽんだ。明日すくし、あ、飲み会だからやって。ごめん、私もまだ探せてないから。オッケー、明日ね。楽しんでね。ゆかちゃん、あ、仕事頑張れたって、お疲れ様です。会えるのが楽しみで、あ、やった。100円ショップでバイトしてる。あ、そうなんや。本社がある。某巨大100円ショップで。某巨大ショップでやってる。レジをピピッてするわけやな。でも私もレジしてみた。今日の夜行素敵ありがとうございます。今日妙に疲れたんで励ましてくださいって。なんかあったんかな。しょうさん、なんかあったんですか？なんか疲れたこととか話してくれたら嬉しいけど、言いにくかったらまた何でも、言いやすい手段でも全然構わないんで。なんか、うん、これは翔さんだけには限らんけど、みんなほんまにこんな私に相談できんかもしれんけど、愚痴とかなんぼでも聞くし、疲れた時は弱みも見せてくださいって思います。はい、翔さんお疲れ様です。5分前グーのとこやった。5分前グーのところ？ん？まひなに言われて幸せやって、よかった。推薦ゴミだ。見たバッチリ。青踊りのこと書いてくれとった。あれはずっと外やって。外仕事やもんな。13日に会いに行くって言ったっけ？言ったかな。でも来てくれるって言ってた気がする。あ、岡本の坂本さん、あ、間違えた。岡山の坂本さん、こんばんは、ありがとうございます。ま、大学かで、それ大学の研究で。あ、そうなん。なんか、どういうのを調べるそれって。暑い。しびれるやで。天気安定しなかっただけにしびれる。コロナさん、こんばんは。コードブル見てる。ほんまな、悲しくてね。なあ、やばいよな、あれ。わかる、私もやばかった。あ、なるほど、さっきのまなみなちゃんコードブルーか。5分前グーのとこやった。そういうことか、理解した。こんばちは、しらすさん。あれ、手紙届いてないの？消えて届いてない？うん、多分ね、本当にまだ多分溜まってるんやと思う。もうちょっと待ってね、もうちょっとだけ。今日の配達、持ってくの忘れちゃった。持ってくの忘れちゃった。晩ご飯食べてない。今日はね、今はね、梨が食べたくて、梨の気分やから、後で梨を剥こうと思ってます。あ、リップがついちゃった。今ある程度下がったから11日はいけると思う。何としても直せなくては。直してな、ほんまに。でも無理せんといて、ほんまに。自分の体よりも大事なものはないよ。ピロ君、こんばんは。イルカのキーホルダーさんもこんばんは。お疲れ様、ありがとうございます。
まなちゃん何ってまなみなちゃんが休憩に休憩でないお仕事行ったよって言っただけ。夜配信あると思わなかったって間に合ったよ。ギオさん久しぶりありがとうございます。握手会南部ちょっと待ってね。南部みんな聞いたら教えてくれるかな。今買い取るやつが手元になくって。いろはにほいとさん久しぶりやん。ありがとうございます。11日の握手が楽しみです。楽しみ、めちゃくちゃ楽しみ。うちわも作ったから持っていくねって待ってるね。こうちゃんりょうさんこんばんは。コロナさん今日も可愛い、ありがとうございます。まひまも1位やめてる。え、おる、おらんくない、おらへんよ。どうしよう、遠い、ああ行くけど一人でも行くからいいもんって。誰かでも一緒に来てくれる人おると思うけど。そう、画質めちゃくちゃいいやってねえ。今日1日1回配信しないときはなんかどんよりになるやって。あ、嬉しい。これは地味にループがいいとやって、ループしたろうやってしてくれるんや。ループがいいとループしてくれる、嬉しいけどめっちゃ心配になるっていうだけの話。休憩しながら来てくださいね。あと3日でもひなちゃんに会えるなーって、イエーイ、みんなに会える。マリンライナーさんこんばんは。ループがやっぱ覚えられてもう近道だからねって。どうなんやろね。うん、福島よ初めて行く NHK 見た。あ、今日も出たんか、昨日か。そっかそっか。どうやったん、私まだ見れてないんやな。洋服が似合ってる。あ、めっちゃセンスがいいって褒められた、ありがとうございます。俺のアバター顔補助にあったから。あ、そう、8部だけだけどありがとう。なんかの終わりとかに来てくれるんかな。じゃあありがとうね。あ、リキさんだ、お久しぶり、ありがとうございます。喉がやばい。パンダなら買えるしかないと思った。あ、これやばいパンダならあずさちゃんやからかな。みなちゃんが遠く島って言ってたかもしれん。遠く島、あ、歌う。でも本当にあの時は本当にもうね、うん、でも新しいチームメイトの徳島はどうなるんやろなっていうこう感じ今は。あ、見てくれた、命の歌みんな見てくれた。リオさん初めましてじゃないよ。13日山ひな祭りだよって。何それ、私みたいな。トロブちゃんのオムライスがすごいことに、ん、何、オムライス作ったの。さすがもいたんか、ありがとうございます。こんばんいち、仕事終わって帰宅したらもうんじゃない、お疲れ様、仕事今日もかわいい、ありがとうございます。リキさん初見、ほんま、あ、手紙今日岡山来たって。ん、岡山どうでしょう。明日手紙書くねって、ありがとうね、こうちゃん。いつもいつも。はるかさん、ありがとうございます。シンボリワンダーさん、こんばんはんは。ありがとうございます。まゆよ、まひなじゃんって。そう、STU が NHK に出てたより、命の歌見てくださったってことやな。日々の疲れがたまりに溜まっておりますやって、もうたまにはほんまに。そういうのも言ってくれていいんやで。ラジ大変だよって。
込むと接客雑になっちゃう。でもな、うん、やっぱな、ちょっと私も結構マイペースだからさ、そういうのってちょっと焦るからさ、失敗とか絶対すると思う。疲れたなんてね。え、私に疲れたよね。どういうこと？ヨッピーさんこんばんは。お昼に聞きたかったんだけど、お洋服どこの？これはエモダだよ。エモダです。塗ってるの、ここ肩見えとるけど、こんな感じ。愚痴超悪いよって。1日で終わらないかも。じゃあもう2日もう3日でも聞き続けてあげる。久しぶりにゆっくり見る。嬉しい。よかよか。マイネが可愛いやけどどうすればいい。すいません、それは私、それは私が照れるだけやから本当に。うん、飼ってるワンちゃんの散歩に行ってきたよ。飼ってるワンちゃんのお名前教えてください。ブンチンさんだよ。や、久しぶりや。爆発しますよって。11日のマヒナレイで爆発してくれるの本当に爆発せんでな。じゃんけん勝つように願ってく。ありがとうございます。ティーコさん、ミミ、お大事にしてください。でも中耳炎はほんまにあんまり吸ったりせん方がいい。ちゃんとお薬飲めたらちゃんと治るし、私も突発性難聴とかなったことあるけど、お薬飲めたらちゃんと治ったよ。和太鼓風の薬作る。やばいやん。え、そういう感じ。びっくりした。なんか和太鼓風とはみたいな感じかと思った。研究っていうか、ちょっと舐めてた私。頑張ってね、魚屋さん。マイナちゃん、お久しぶり。選んでください。リキさん、時間があるときは見に来てくれたら嬉しいな。あと、なんやろな、なんかもっともっといろんなお話ししたいから遊びに来てほしいです。これエールじゃないなリキさん、頑張ってくださいです。アッキーこんばんは。たくさんありすぎて時間が足りない。これはもう握手会で話しするしかない。8月の1日と13日に握手会行くので、ありがとうございます。待ってます。お昼いるの分かったかな。いるの分かったかなってどういうこと。アッキーが来てくれたこと分かったかなってこと。え、お昼もコメントしてくれたよな。でも行くって言ったけど、私が読むの遅かったから多分気づいてないと思う明日は明日の風が吹くと思いますか。吹くと思いますまあいいよ、最高かよ、最高かよ。こんばんは。そして飲み会中なんで、あ、尾道ラーメンさん、またね、また来てください。一気に再放送にも見てるって、めっちゃ面白いな。喉痛いから風邪ひいたかもしれへんで。もうみんな気をつけて。あんまり喋ったらあかんよ。なし、俺も好き。冷えてるやつ。私も冷やしとこう。冷やしとったんやけどな。切ろうと思ったけん出してみた。よいしょ。ちょっとごめんなさい。多分時間が足りないので、ちょっとずつ、ざっと読んでいきますね。なしは競泳で購入したの？それはわかりません。画面に近いけど、夜ご飯なしだけ、わからない。気分で食べるよ。ミネトロ、お疲れ様、ありがとうございます。明日野球見に行く。どこの野球？あれ、最前におる。どこやろ。 HKT 大谷、ついに田中豪子さん見つかるって。ん？3期生にハマってますよって。あ、そうない。たけちゃん、初めまして。ほんと？彦根市から、ありがとうございます。なんかポンタロにかかって一緒に、かわいい、かわいすぎ。その姿見たいんだけど。
可愛すぎ。何痛み引いてくれれば、うん、ほんまに。ほんでもし痛かったらずっと座っとってくれてもいいよ。今日だっけ、今日なん、8月8じゃないかな。ちょっと、あ、やばい、トクトさんこんばんは。待って飛んじゃう。ツイッターにもひなのこと書いてるって。見る見る、絶対見る。してくれたら見るよ絶対。なんかハートこれバグってる今。メンバーに会ってきて嬉しかった。あー、全く見てない。まだ情報全然知らない。ちょっと待ってね。高校野球の話またしよう。こんばんちは、前橋さんありがとうね。あ、やばい、エールちょうだい。え、ちょっとやばい、どうしよう。ちょっとごめんなさい。声大丈夫だよ、ありがとうね。喉やられてない、大丈夫、今だけ。バームガードナーさんこんばんは。青鳥ファンが声、何時間あるのかな、わからん。アーサちゃん声、アーサちゃん、え、何来てるの、わかんないけど。イッチありがとうございます。あー、やばい、本当にやばい。幽霊かな、なんか声が聞こえる。幽霊の声が聞こえる。初めて滋賀県からありがとうございます。足の皮むけてきた、いい情報。どんな情報やね。僕を押してナルト応援やって。ナルト、僕を押して、ん、どういうことやろ。カズリンこんばんは。この前送った箸を、箸をって何、箸をって。本社作れる。あ、今日職場でいろいろあったやって。聞きたい、その話も。命の歌よかったよやって。また私も見てみるな。まひなちゃん可愛すぎて夜も眠れない。え、絶対嘘やろとか言ってぐっすり寝るパターンのやつやろ。面白そうだって聞いてほしいやって。聞くして。韓国のなんかって書いてあった。いろはにほえとさん言ってたんかな。マヒネ見てると癒される。ありがとうございます。久しぶりマヒネゆっくり見えて幸せって。いろはにほえとさんありがとうね。いっぱい投げてくれてる。名札もつけていくからなんて。ありがとうございます。ごめんね、今めっちゃコメント飛んじゃってる。いやだから今ねこう押して止めとんやけど、当たり前やけど。なんやろ、ハートありがとう。オカピハートありがとうね。トブちゃんこのコメにいたカズリン、あ、トコのコメにいたカズリン。お、秋休みなさい。突発性難聴最近歌詞よくやるね。うん、治った治った。山平さん寝る前にも私見れて幸せって。ありがとうございます。ステューの一押しやって。ありがとうね、こうちゃん。お願い、テローさんなんやろ。ありがとうございます。頑張るって。頑張ってください。白洲さんハートいっぱいありがとう。朝ってアクしか行きません。ラフでつけて行かなくても名前呼んでもらえるかなって。それは呼ぶけど、ちょっと待って、もう一回ちゃんと整理しとく、間違いんように。本当に頑張ろう。人のこと間違えれてほんまにあれやから。あっという間に配信終わりそう。やばい、間に合うかな。間に合う気がする。ゆかちゃんは分かると思う。もう舞台でも分かったから、この前の。エールありがとうって。半年学士から絶対かからないって約束。のぞいたらめないようにマスクして寝てる。あ、そうなんや。乾燥せんからいいよな。でも私寝相悪いからね、絶対喉があれになる。遅れたのはまあすいませんやって。いろいろあったんですよね、カズリン。マイナちゃんの声聞けたから治りそうな予感。お、治ると信じてます。今日は仕事はまた最悪の内容。外でいつもお疲れ様です。小谷とかやさもだるもありがとうございます。たけちゃんはじめまして。簡単な自己紹介。徳島県出身、谷口真日菜です。17歳です。好きなことは野球観戦です。よろしくお願いします。またキャッチフレーズはそれね、果物の梨が一番好きやって。20世紀梨が好き私。ありがとう、マセルさん。マリーナさんこんばんは。初見です、ありがとうございます。いつもありがとうって。コロナさんこちらこそです。イオンで手振ってねって。見つける頑張ろう。絶好調やって。アルテマさんイエイ。絶好調が一番や。11人におったのにもういないから、あ、星ないから落とされた。やっぱ難しいんやな。遅刻したからハート泣けた。ありがとうございます。
なんかクレちゃんまた美人、嘘。肉。いや、可愛すぎやもひな。ありがとうございます。一日一回もひな見ないとやって。もうぜひぜひ。一日一善的な。クッション取れたでツイートやって。見とく見とく。ツイッターはほぼ、はバレてないよねって。わからへん。名前教えてほしいの。寝すぎて食欲。暑すぎて食欲ないよ。もひなも気をつけてありがとうございます。でも私はどっちかって食欲落としたいパターンのやつ。夏バテしたい。かも。痩せない。ふなしの、隣のなしの産地ですよって。なしこれから食べます。あの子も配信初めてやって。誰だろう？誰だ？ピナヒラさんこんばんありがとうございます。ありがとうございます。ギフトくださってる方。小谷隆也さんとイロハニホイトさん、あれ色歯歯感じになってる。なんか聞こえてくるんだよね。絶対そうだ。ジュキアにしか聞こえない幻聴だな。それは一日伸びたねって。そう、初めにね。やっさんだ、こんばんありがとうございます。確かに家の入ったら連れていくから、うん、連れてきてね。名前つけるね。もうつけそう。イビスさんだ、こんばんは、ありがとうございます。はしょ、はがき、はがきって読むんだ。これではがきは届いてないです。ゆうさん、阿波踊りチケット買ったよ。阿波踊りのチケットってあるんだ。そんなんあるんや。ありがとうございます。夏休みないですけど、お疲れ様です。本当にいつもいつも眠いけど配信、眠いのに配信来てくださってありがとうございます。もう全個目厳しくなってきたねって。あ、やっぱ終わっちゃう。ごめんなさい、ちょっと飛ばしますね。ごめんなさい。これ絶対読んできますので、読めるところは全部読んできますので、コメントありがとうございます。ごめんね。あと30秒しかないから、なんか段差見ますね。終了間際に滑り込み、西ありがとね。13位まさやさん、おめでとうございます。12位、わからない、誰。翔さん、おめでとうございます。11位、神田デールさん、おめでとうございます。10位、岡 P、おめでとうございます。9位、カズリン、おめでとうございます。8位、しのちゃん、おめでとうございます。7位、ユナイテッドさん、やばい、おばちゃん、ごめんなさい。ちょっと待って。待って。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。